こんにちは、あゆなびの時間です。今回は入間市にやってきました。入間市といえば狭山茶の主産地として有名です。私の後ろに広がるのは全部狭山茶の畑です。ここはとっても綺麗にその狭山茶の畑が見られる茶業公園です。私も大好きな場所です。今回はここからさらに茶畑を一望できる場所に行ってみたいと思います。それではあゆなびスタート。私が目指すのはこの一面に広がる茶畑の向こう側にある鍛冶丘陵の一角にある桜山展望台です。紅葉や新緑の季節は鍛冶丘陵もとっても綺麗です。今回はこの茶業公園から車で向かってみましょう。さあやってきました。鍛冶丘陵のふもとにある入間市の農村環境改善センターです。この建物の裏から桜山展望台に登っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。この建物の横にあるこちらの自動販売機、ぜひここに来たら見てみてください。全部狭山茶です。来たらぜひ1本買ってみてくださいね。綺麗な紅葉を見ながら出発します。ありましたよ、桜山展望台。ここから200メートルです。農村環境改善センターの裏には池があって、その池の横から階段で展望台に上がっていけます。ここからひたすら階段を上がっていくんですが、これ運動不足の方はかなりきつい階段です。私もいつもハーハーしちゃいます。はい、ひとまず登って展望台の下までやってきました。ここからさらに階段を上がって、あの桜山展望台のてっぺんまで行ってみたいと思います。はい、桜山展望台の頂上に到着しました。ここは4方向にいろんな風景を楽しむことができます。こちらは狭山茶のお茶畑、広いですね。すごい綺麗です。とっても眺めがいいです。今日はお天気もいいので最高です。ここからはお茶畑を眺めることができます。その他富士山や飯能市の駿河台大学などもよく見えます。初日の出にもとってもおすすめの場所ですので、ぜひ皆さんも来てみてください。